シグムントルートは1920年代後半から1930年代前半に活躍したノルウェーの元スキージャンプ選手。ノルウェー南部のコングスベルグ生まれ。ジテービルゲル、マッテー、アスビョルンと共に1920年代後半から1930年代のジャンプ界を席巻した。1928年のサンモリッツオリンピックで銀メダルを獲得。 1929年にポーランドザコパネで行われたノルディックスキー世界選手権では優勝。翌1930年地元オスロでの世界選手権でも銅メダルを獲得した。1932年レイクプラシットオリンピックでは7位入賞。1936年ガルミッシュパルテンキルケンオリンピックではこの大会より採用のアルペン複合に出場。 前半のダウンヒルで10位のタイムを記録したが、後半のスラロームは危険した。シグムントは、同僚のヤコブチューリン・タムスと共に第一次世界大、戦後コングスバーガーテクニックと呼ばれるジャンプスタイルを確立した。これは1950年代にデスカーテクニックが生まれるまでジャンプスタイルの標準とされていた。1949年、シグムントは、 長年ジャンプ界に貢献してきたことに対し、ルート3兄弟の最後にホルメンコーレンメダルを受賞した。皮肉にも彼だけがホルメンコーレンスキー大会での優勝はない。ありがとうございます。